きチャンネル。今日も残念なお知らせがあります。中日ドラゴンズ、オリックスバファローズ、昇格試合突入です。こんにちは。5位の中日とオリックスももう消化ゲーム入っちゃいます。残念ながら消化ゲームですね。ワンちゃん。じゃあまず、はい、じゃあオリックスからいく。はい、オリックスいきましょう。まあ消化ゲームですって言ってるぐらいだからさ、はい、優勝へとかじゃないから。そうですね。でもせめてクライマックスに行きたい、うん、A クラスです、うん、だから3位ね、うん、はい、うん、せめて3位に行くためには、はい、今オリックス96試合消化して41勝52敗3分け、借金が11です。はい、あ、今借金11にもなっちゃったのか。オリックスで3位日本ハムまでは、8ゲーム差です。はい、楽天まで6ゲーム差、うん、ね。でもこの現状を全国で唯一予見してたのが、なんと袴田さん。はい、そうなんですよ。そうなんですよ。喜んでる。私は本当にオリックスファンの皆さんに申し訳ないことに、うん、順位予想5位予想してたんですよ、うん、でこれ結構いろんな人に、うん、オリックス5位はないやろとか、まあ、3連覇してからだからね。まあそうですね、うん、プロ野球ニュースのスタッフにも、うん、袴田さんの順位予想1位教えてください、うん、でこれですって言ったら、うん、オリックス5位ですか、うん、って言われたんですよ。何言っとんねんってね。やっぱり今ちょっと予想がね。いやでも私はちゃんと理由も話してましたよね。まあそうだね。そうそうそう、うん、だからすごいよね。まだわかんない、まだわかんない、まだわかんない。これはワンチャン上にまだいける可能性があるっていう動画ですから。嬉しそうやな。あの思い切った予想がちょっと当たると。まあ現実だからね。そうそうそう、仕方ない、現実だからね。まだ5位かわかんないですよ、うんうん、まだ終わってないですから、うん、でね、今日本ハムが47勝42敗96試合7引き分けだよね、はい、貯金が5だから、うん、だからまあ最低でもそこは目指さなきゃいけないなっていうところで、はい、まあ貯金だから6、うん、にするためには、はい、残り47試合で73勝67敗、うん、で貯金6なの、はい、そしたら、うん、まあ3位入っていけるでしょうと、はい、ちょっとねこれ今年は近年の中では珍しく3位のハードルがちょっと上がってるんだよ、はい、いつも3位だと5割ぐらいが A クラス入りのちょっと目安だったんだけども、はい、今年はセパともにちょっと上が頑張ってるから3位のノルマが上がっちゃって、はい、まあ、貯金5が目安で3位かなっていうところで考えるとのオリックスは73勝67敗、はい、で3分けで貯金が6になるんで、はい、勝率6割88分です。あ、6割8分か、はい、32勝15敗でいかなきゃいけないです。残り6割8分の32勝今41勝なんで、はい、32勝で73勝、はい、で15敗で67敗、はい、今52敗なんでね、はい、だから貯金6になるんですよ、うん、だから残りの試合47試合を、はい、勝率6割8分でいくと3位になれます、うん、おお、6割8分って今のホークスと同じぐらいってことですよね。そう、今のホークスがちなみに勝率が6割6分7厘なんで、今のホークスよりもいい成績を出せば、はいはい、出せば、だからこれができると思うんだったら3位チャンスあるし、はい、できないと思うんだったらもう消化ゲーム、はい、で残り15敗していいことを計算すると、はい、残り8周、うん、プラス9周目に2試合だけあるんだよ、はい、だからこれはもう全部8周と捉えて、うんうん、8週間で、はい、15試合負けれます。はい、だから週2回負けちゃダメです。うわー、だから全部勝ち越しでもちょっと足りないってことですね。だから1回全勝で、はい、あと全部勝ち越しで、うん、いけます。いける。あ、でもそのぐらいのペースってことだ。そうそうそう、もう負け越しは許されません、はい、負け越したらまた3連勝しなきゃいけないところが増えます。3連勝が2回とか増える。そう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 、まあでもオリックスも10連敗そうちょっと痛かったな、ね、で宮城がさ、ここ最近、はい、いいピッチングしてんのに1イニングビッグイニングやられんねん、1イニングだけで。だからリードが単調になってんのか、なんか配球がワンパターンになってるのか分かんないけどもね、そういったところで。だからオリックスがね、7月ね、チーム打率2割1分4厘だから、これは打てなすぎやで。6月が2割4分1厘だったのに、で5月が2割5分1厘だったのに、2割1分4厘と全然打てなくて、ホームランも8本、盗塁も6個、その割にエラーが10個してて、もう7月、失点は一番少ないんですよ、リーグで、うん、ピッチャー頑張ってんだね、はい、3.1、うん、でも、先発防御率がやっぱあんまよろしくないな、3.54、うん、
山下俊平だもちょっとどうしちゃったのみたいなね。あでもちょっと得点が少なすぎる、びっくりするなと思って。44点だよ。ロッテが115点1ヶ月で取ってる中で、44点しか得点できないんだ。それは低すぎるよね、はい、正直ね。西武が47点ですから、西武よりも点取ってないんだ。取ってないってことですね。それはやばいね、うん、6月が65点、うんね、5月が、75点だからね、はい。まあ、もちろん試合数がちょっと19試合でね、うん、オールスターブレイクもあって少なかったからね、はい、あれだけども、うん、それにしても少なすぎるよね。ちょっと打率がやっぱ一番低いですからね、うん、しかもちょっとね FA の西川もちょっと不発だしね、うん、そうですね。なかなかねこの FA1 年目というのが、西川が2割4分9厘だからね、はい、ホームラン4本、これはちょっとね、逆ビックリマン選手狙われる可能性も十分あるよね、まあ、期待値ではやっぱり3割近く打ってほしかったっていうのはね。で首位打者頓宮がなんと1割台、これ何があるか本当わかんないですね、うん、こうあんのよこのね、うん、一発屋的なのここで踏ん張らないとね、うん、まあ、森は頑張ってんだけども、はい、若月が今年全然やね、うん、バッティングが、はい、ホームのタッチは日本で一番うまいよ、うん、あ本当にですか、うん、でもバッティングなんか最近もう代打出した方がいいんちゃうかと思う俺正直、うん、もう早めでも、うん、石川とかもいんねんから、うん、もう無理やでっていうね。でピッチャーエスピノーザとかね、はい、頑張ってるけど、まあ、昨年頑張った東がね、はい、ちょっと今いないっていうね、うん、山下俊平太投手もやっぱりね、うん、いないで、うん、山崎総一郎、宇田川も不発、うん、安倍ちゃんもおらんよ、はい、怪我人続出した時のだ3連覇のメンバーがほぼいないってことですよね。そうそうそう、ペルドも頑張ってるけどな、うん、ペルドもマチャド、はい、カスティーヨ、うん、エスピノーザ、はい、セデーニョ、うん、外国人結構頑張ってるけど、外国人結構頑張ってる、はい、けどもちょっとこれきついね、うん、全体的にも。そうですね。でも、はい、俺が日刊の評論でキャンプ見てきた時に、はい、今年注目のピッチャー、はい、ほぼ試合下になったんだけど、おだって、ね、斉藤京介って言って、はい、まあね、うん、打たれる時もあるけども今頑張って一軍投げてます、うんうん、佐伯、はい、登録された、うんね、佐藤、うん、登録された、はい、で川瀬、うん、登録されて、うん、まあ、中田だけね、はい、登録されてないんだけども、入山君も登録されてないな、ね、うん、でも俺らすごいよな、見るあるっすよね、うん、はい、東京の特に関西は分かんない、関西も取り上げてないよ、うん、オリックスやからな、阪神だと取り上げるけどな、うん、この日本の全メディアの中で、はい、そのファンの人は別だよ、うん、ね、熱い思いがあるからね、うん、メディアで考えると、はい、俺ら一番優秀やと思うんです。あ、ちょっと球団変わりますけど、うん、ソフトバンクの三浦瑞樹君と、うん、この間ね名前出した前田君ですよね、うんうん、支配下になりましたね。そう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 、そうね、上げないんだったらトレードに出した、そうそうそう、俺ら見る目あるよな、うん、やっぱり何気にな、なんで育成のままなんだ、こんなにいいのにって言ったら本当にすぐ試合が乗って、いいバランスやね、うん、元プロ野球選手の実技バッチリし見れる、うん、ファン代表の目線と、うん、アマチュア担当、うん、いろんな視点から、ね、はい、いろんな視点からやっぱこの三方から見てるからね、はい、うん、偏らへんね、うん、それこそね、はい、この前ある都道府県の球場に行ってたんですよ、うん、その時トイレに並んだ高校球児がいたんですよ、うん、それでちょっと喋りかけて聞いてみたんですよ、うん、笹崎チャンネルって知ってるか、見てますって言ってました、特にドラフトのやつ見てますって言ってました、うん、全部見ろって言って、まあ、高校球児じゃない、野球してたから、うん、でやっぱドラフト企画はめちゃくちゃ注目度高いみたいですね。やっぱりアマチュア界も誰が言われてるかなっていう見るし、ドラフト候補の本人たちも見るし、でスカウトたちも多分見てるし、スカウトも見てるって球団側も見るし、俺らめっちゃ貢献してるよな、だいぶしてますよね、この、うん、誰にもあの企画うまけんもんな、はい、色でしかも忖度なく言いまくるからな、はい、だって誰やこいつって言ってたお前、村田レオン君がお前、うん、一軍出てけんで、ね、ドラフト回だったのにな、うん、もうオリックスもお前育成バンバン紹介して試合感になってんねんてな、なぜか佐伯が育成されんかったら僕なんかチャリで旅行行ってこいみたいな だからまあオリックスはこう我慢やな、うん、怪我人もいっぱい出て、うん、でまあ主力もね、うん、メジャー移籍とか FA とかで抜けて、はい、
ね、まあ、3連覇した後で、うん、まあ、これちょっと大幅なね、うん、ちょっとこうね、戦力ダウンあるけども、ね、ここは踏ん張りどころやな、うん、また若手こう盛り上げてね、紅林とかも我慢してきたところね、はい、日本代表クラスにもなってるわけだから、ちょっとこの辺に強盗されてましたけどね、うん、やっぱあれはあかんわ、入ってなかったもん、あれはあかんわ、慣れだれなんとかってあんねん、はい、うんうん、宝塚や高塚の言葉ですか、うん、そうそうそう、あるらしい、あ、ちゃうわ、あ、間違えたわ、あの劇団四季や、うん、慣れだれなんとかってあるらしい、まあね、うん、まあ仕方ない、まあ、うん、これから、ここからマスク、若手がいっぱいいますから、うん、そうそう、踏ん張っていこう、まあ、正直6割8分は無理やろ、ね、そうですね、うん、ちょっと厳しい、うん、さあ続いてね、はい、同じドラゴンズ、ね、うん、今年はちょっと頑張ったけどね、はい、頑張ったけども、うん、消化ゲームですけども、はい、じゃあ仮にね、うん、残りで言うと、はい、ね、5位ですと、はい、一瞬6位いってたからね、うん、危なかったな、あれ、うん、まあ、まだ分かんないけどね、はい、現状41勝52敗、借金11ね、はい、DeNA まで 3.5 ゲーム差、うん、で3位阪神まで 9.5 ゲーム差、うん、で現状阪神が貯金が8あるというところで、3位で8あるのか、まあ、最低でも7は作らなきゃいけないやろうと、はい、7、8ぐらい、うん、で考えたら、残り、72勝65敗までいかなきゃいけない、うん、72勝って言ったら31勝しなきゃいけない、はい、だ残り試合が44試合、ちょっとゲームがめっちゃ多いねん、多分阪神、あの中日が今、中日阪神が一番消化してるの、はい、だから残り44試合しかないから、うん、44試合のうち31勝、はい、13敗、はい、で、貯金が7なんで、うん、でこれもう一個上に上げようと思ったら貯金があの9なんだけども、はい、そうすると32勝12敗なんで、うん、そうすると残り12回しか負けられへんね、はい、で残り中日も8勝あるね、うん、そうですね、でもし仮に今の阪神を超えるってなったら32勝12敗じゃん、はい、ね、うん、あの貯金20です、はい、あの勝率が、7割2分7厘、いやきついな7割2分7厘はきついヤクルトが7割2分3厘だった、はい、残り、うん、まあ、それは試合数がちょっと違う、あ、3試合違うからだ、はあ、試合数がちょっと足りないんで、はい、まあ、こういう現状になってるんだけども、はい、12回しか負けられへん、うん、で残り8周やる、はい、1.5 回負けれます、はい、1週間、はい、だから2週間であの1カードは全勝、はい、あとの3カードを1回ずつ負けていいです、はい、そしたら届きます、まだ、だから分かった、もう3立て勝ち越し、3立て勝ち越していきましょうよ、そうだね、はい、言うのは分かったんで、はい、あの勝率7割2分7厘、はい、いける、いや、なくはないけどほぼない、これはきついです、正直言うと。ピッチャー本当にないですね、先発が。でもあんなに先発がいるチームだったのに。いない。うん、リリーフはいいけどな。だってドラゴンズ、でも先発防御率が 2.90、はい、7月。でもリリーフが 2.56。まあ、若干ちょっとライデルとかも打たれたりしてる時もあるもんな。うん、チーム打率2割5分3厘。でもそこそこ打ってんな。うん、でもこれあれやな。毎年のことやね。あのチャンスは作るけど、はい、あと1本が出ないってやつだ、全然出へんで、ランナー出てるけどなみたいな、だって6月のチーム打率2割2分4厘からは上がってるからね、うん、得点54点だけど失点67、うん、2割5分3厘打ってて得点54点って少ないよな、そうですね、だって巨人2割5分2厘で76点得点してんだよ、あ、だから約20点違うんだよ、でしかもホームランは3本しか変わんないから、そんな別にホームランだけの大差じゃないじゃんね、うん、チャンスで打ててるか打ててないかっていうところですね、うんうん、だってヤクルトなんて2割4分1厘なのにチーム打率、うん、中日より10点多いねんて、ほんと得点が、うん、だチャンスも生かせてないんですね、うん、だって広島なんて2割1分1厘しか打ってないのに、うん、48点だから中日と6点しか違わないんだよ、うん、本当だ、打率が3、4分も違うの、うん、で失点はね20点も少ないですし、きついな、うん、村松も帰ってきていい感じだって言ってるけどな、はい、ちょっと田中美希也の調子がすこぶる落ちてんな、うん、ダダダと、うん、あとやっぱ今年は岡林がなんかきつかったな、うん、ようやく最近だってね、うん、もう福永君も今調子ですよね、はい、福永、高橋、周平、村松ね、うん、頑張ってるけど、うん、村松君抜けたのも痛かったな、カリステ、細川ね、うん、だから何気に見込み出てきてんだけどね、打つのはね、うん、私なんかもう
二遊間多分さすがにもう取らないだろうなっていう感じになってきたんじゃないですか。いや、分からんよ。分からないです。目玉います。目玉いるから私。ああ、確かに目玉いるな。明治にね、同じ明治で、同じ明治で二遊間取りますね。好きだ、好きだから、ドラゴンズ明治好きだから、星野さんからあるから。確かに、川上健信さんとか、うん、柳投手もそうだし、好きだから。うん、確かに。だから俺上田久斗行くかと。だから俺も村松と上田久斗と、で宗山取って全員明治が良かったんちゃうかって。明治好きすぎでしょ。でミッチャーも柳に明治みたいな。え、帯戦で明治で、ね、明治いい選手多いですから ね、 でもちょっと苦しいな、はい、現状 ね、 ね、あの3連勝とか大きかったけど、やっぱ全体的にはちょっと上と引き離されてるから、まあ、残りのノルマが7割2分だからね、はい、まあ、それが皆さんがね、可能だと思えばいけるけど、はい、ちょっと俺は難しいんちゃうかって、まあ、あとまあ上がダダダダダって落ちてくるかしかないですね、もうね、そうだね、で上が落ちてくると、これね、4位にいるとまだワンチャンあるかなっていうのもあるんだよ。確かに2つ抜かないといけないんだ。だから上が落ちてくるってことは、4位のチームも上がっていく可能性あるから、確かに、めちゃくちゃ下がらなきゃいけない。そこがね、今5位の難しいところですよ。まあまあ、ワンチャンあるかなと思うけど、もうほぼ消化ゲームの鐘が鳴るっていうところかなと、ね、はい、皆さんどうですか。はい。